皆さんは生きてきた中で壁にぶち当たったという経験はありますでしょうか？例えば勉強においてもそうですし、入試とか部活、あとコンクールとか恋愛もそうですよね。大学生とかだったら就職活動とかも言えるかもしれません。でも人生ってやっぱうまくいくことだけではないので、まあ、そういったね、ある一定の努力をしたんだけども、結果に結びつかなかった。もう努力が無駄だったんじゃないかみたいなドーンっていう壁に当たる瞬間っても私はいっぱいあったんですけど、まあ少なからずねあるかと思います。で、今までですね、たくさんの子供たち、まあ、生徒とか、あと親御さんに話をしたりとか、まあ、いろんな方に話をする仕事をしてきたので、その中でその壁にぶち当たった後にそれを活かせる方とやっぱ活かせない方ってある一定のマインドセットの傾向があるんですよ。考え方の傾向がでいくつかあるんですけど、その中で一番私が肝だと思ってるものを今回紹介したいと思います。まあ、多くの方がね、学生さんが、まあ、見てくださってる方多いと思うんですね。でしかも今日とか今週テストの方もいると思うんですよ。でやっぱテストもある一定のテスト勉強をするんだけども、毎回ねこう満足いく結果に行くわけではないので、その時にこういうふうに考えるといいんだと、逆にこういうふうに考えちゃうとうまくいかなくなるんだっていうのを知ってもらえるのはすごく価値があるんじゃないかなと思って今回ね喋っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、あいちです。今回ね、冒頭に話しましたが、うまくいかなかった時にどう考えるかっていうのを、まあ、少しね、話していきたいなと思っています。で、今回伝えたのは1個だけです。ポイントはね、なのでシンプルに終わるかと思います。先に結論からいきましょう。何かっていうと、自分のせいにするです。これが最大の落とし穴だと思ってます。なんで自分のせいにするのが良くないかっていうと、一番は自分の実体験から来てます。で、それをいろんな生徒を見てきた中で、確証に、なっていったっていう流れなんですが、もともとですね、例えば自分勉強でもちろん得意不得意があるじゃないですか。で、苦手な科目で今回こそはこの、ね、苦手科目を克服するぞ、得点取るぞと思っていつも以上に努力をする。でも結果が出ない。この時どう思うかっていうと、あ、やっぱり俺苦手だから向いてないんだなってね、自分の特徴に合ってない、まあ性格に合ってないんだな、仕方ないかみたいな処理をするんですよね。ちょっとね、子供の表現が変わりますけど、まあ、自分の能力的にそれが合ってない、良くないからなんだって処理をするんですよ。で、あとは、まあ、大学もそうだったし、あと営業マンはね、私、大学卒業して最初にやってるんですけど、なかなかうまく売れなくて最初。もう、自分の性格が、その営業に合ってないから悪いんだ。まあ、自分が悪いからしょうがないよねっていう、自分が良くないイコールしょうがないよねっていう反省で全て済ませてきたんですよ。で、これってすごく楽なんですよ。だって自分が悪いと思ったら、うん、自分が悪いんだもんね、反省します、シュンって、でそれで終わっちゃうんですよ。で、例えば自分対人関係もあまり人付き合いが得意じゃなくって、で、あの自分がね会話に入っていくと、そこの空気がなんか淀むというか、リズムが崩れるみたいな、俺が入ったことによって楽しかった空間、楽しかった会話が止まっちゃったなとか思うことあるんですよ。でそれも自分のせいだってずっと思ってて、でそうすると相手を責めなくていいんで楽なんですよ。でもこれだと成長しないんですよ。例えば皆さんがテスト終わりますと、でテスト終わって、あ、やっぱり私バカだから得点取れないんだなって、いや思いたくなりますよね。私もありますもん、そう思ったこと。でもそれ次何も成長しないですよ。じゃあ何をしてほしいかっていうと、なんで取れなかったのかって、いや今日例えば今日テストある方ね、今日テストありますと、でまだ明日テストが残ってるとするじゃん。で今日テスト終わってうまくいかなかった、多分、あ、もうどうせダメだよ、私バカだし思ったら明日も絶対うまくいかない。でも今日うまくいかなかったことには何かしらの理由がある。もちろん勉強が足りなかった、勉強量が足りなかったっていうのもあるかもしれないけど、勉強量もどこの部分が足んなかった、全体が足らなかったんじゃなくて、例えばワークが足らなかったのか、漢字の対策が足りなかったのか、何が足りなかったのかっていう、もっと具体的に落とさないと次につながらないんだよね。もしかしたら勉強量だけじゃなくて時間配分をミスったかもしれないじゃん。じゃあ時間配分をどうしとけばよかったのって、それが分かってれば明日すぐに活かせますよ。ね、明日それを思っておけば明日の科目でそのミスは発生しなくなる。ケアレスミスをミスった方がいるんだったら、じゃあ見直しをするタイミングがなかったのって、そうやって思っていけばいい。より具体的になればなるほど次に活かせます。いい？自分のせいだ、自分が悪かった、自分の能力がなかった、自分がバカだったって、すっごく落としどころとしては楽です。自分がそうしてきたからすげえ分かる、それに関しては。でもそれだとね、ただの自己嫌悪で終わる。だからそうなってほしくないので、もしみんながこれからね、まあ、勉強においても恋愛についてもいろんなことにおいて壁にぶち当たった時には、辛い時ほど自分と向き合うの、辛い時ほどだよ、自分と向き合う。でしっ
かり自分の反省点を出す。で、その時1個だけ、最後ね、ポイントとして言いたいのは、反省点は少な、多くても1個か2個。で、多くしない。人はたくさんのものを思っちゃうと、結局たくさんありすぎて、ああ、やっぱ自分がもういっぱいダメじゃんで終わっちゃうから。具体的に何も行動ができなくなる。だから1個か2個でいっぱい思いついても優先順位決めてごらん。その中で今回はこの2個を意識して、まずこっからだ。それができるようになったら、改善したら次に行けばいい。一歩一歩行こう。いきなりね、人間はいきなり進化はしないから。一歩ずつ一歩ずつレベル上げるしかないからね。でも絶対変わっていける。絶対変化していけるから。だから今ね、みんなが今壁にぶち当たってる方も、これからね、未来で壁にぶち当たったらね、経験が来る方も、そういう風に思ってもらえたらと思います。ということでね、ちょっと長くなりましたが、長くなっちゃったかな。はい、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。またね、来週月曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今週1週間が皆さんにとってね、良き日になることを心から願っておりますので、お互い頑張っていきましょう。それじゃ、またね。